午後2時ごろ、熱海駅前には人だかりが。多くの人のお目当ては。地元ファンらが待ち受ける中、熱海富士が姿を現しました。そして出迎えた熱海市の斉藤市長から花束を受け取り、九州場所の活躍を祝いました。まあ、先場所、今場所と、まあ、優勝できなかったんですけど、まあ、敢闘賞を取らせていただいて、熱海に、まあ、本音を言えば優勝して帰ってきたかったんですけど、まあ、こうやって皆さんが温かく迎え入れてくれて本当に嬉しいです。そして今日、熱海駅前で行われた後援会主催のイベントには地元ファンなどおよそ1000人が集まり、熱海富士の健闘に拍手や温かい声援を送っていました。熱海帰ってこれまして、はい、まず何したいですか？温泉入りたいですね。はい、本当にこんなに人が来てくださるとは本当に思ってなかったので嬉しいですね。はい、まあ、でも皆さんおめでとうって言ってくださったり、お帰りって言ってくださったりして、本当にもう熱海に帰ってこれたのがすごい、で皆さんが温かく迎え入れてくれて嬉しかったです。熱海の皆さん、静岡の皆さん、その、まあ、他の全国のファンの皆さんの応援が本当に自分の力になっているんで、はい、今回それを直接感じられて嬉しいです。まあ、本当に先場所はなんか気づいたらみたいな、本当に初めての子ばっかりなんか、まあ、気づいたらもうそんな争い、まあ、そういう選手争いしててみたいな感じで、も自分でも追いついてなかった感じがしたんですけど、今回は、まあ、先場所よりは少し落ち着いて相撲取れたかなって思うんで、まあ、でもそれでもまあ一番一番やってた結果なんで、本当にまあ落ち着いてリラックスして取れたかなとは思いますね。でもどこが変わったとか自分でもよく分かってなくて、でも根の部分は本当に1年前と変わってない気がして、本当に一番一番取ってって、その結果がついてきて、まあこういう結果になってるのかなと思います。まあ、うちの伊勢浜部屋は本当に稽古する部屋なんで、まあ、なのでやっぱ関取も多いですし、本当にいい稽古環境で、兄弟子の緑富士関とか横綱の照ノ富士関も指導していただいて、本当にいい方ばっかりなので、恵まれた部屋に入れたなって思います。でもう来年また1月に始まるので、もう巡業も今週から土曜日から始まるので、巡業出てまた稽古頑張って、また強くなって1月皆さんにいい姿を見せれればいいなと思います。本当にもう静岡県の皆さん、熱海市民の皆様のその応援が自分にも届いてて、今日もこういう形で応援していただくれてるよっていうのが本当に伝わって、とても元気になりました。なんで来場所もまた頑張っていい相撲を取って、皆さんも見てくれたら自分も頑張れるので、これからも応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。